はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、素敵なお客様に来ていただいております。自己紹介をお願いいたします。はい、どうも、桐山翔太です。来た来た来た、長男の亮さん来た、弟のマスト居所の大ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしく息のあった。いやいやいや、桐山翔太さん。素晴らしいですね。ありがとうございます。たまに亮さんが教えたら僕はピッて叩きそうです。あ、本当？はい。いや、もう、ね、ちょっと叩いてますか。やり一層こう磨きがかかって。ね、今度 M1 グランプリにも出る。いやいやいや、ミュージシャンです。ミュージシャンから。はい、そうそう。はい、持ってます、持ってますから。はい、持ってます、持ってますから。たまにポカスカジャンに巻き上がる。そういうのありますけど。なんとかクラブとかね。ダチョウクラブ、違う違う違う。翔天さんの方。翔天さん、笑う天じゃないですよ。翔天で笑う天じゃないですよ。座布団3枚違いますよ、違いますよ。歌丸師匠、やめろ、もうやめよう、終わるの、もう誰も止められない。桐山翔天さんをゲストにね、お迎えしたのはこれですよね。リリースしました、タイトルどうぞ。7枚目のアルバム、オーシャン沖縄。おめでとうございます。これいいでしょう。これね、ジャケットもいいよね、これね。これジャケット、本当ジャケ買いしたいですよね、これ。ジャケ買いしたい。あ、で、裏見せなきゃ。はい、そうなんですよ。裏、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 6歳とかかな、ね、ぐらいじゃないですかね。よくこれ撮ってたね。これ、大ちゃんの父ちゃんがね。大ちゃん、父ちゃんが。あ、そう。カメラが趣味でね。これ並びは？から今の並びですよ。すごい。この並び？この並び。すごい。すごい。この並びだそうです。そうですよ。今のこの。へえ。絶対大ちゃん真ん中なんですよ。ね、昔からそうなんですよ。そうそうそう。三人一緒に寝る時も僕真ん中でいつも。そう、子供の時端っこって怖いわけよ。幽霊に引っ張られる方が怖いわけ。確かに。真ん中わけ。必ず真ん中。安心だね。そうそうそう。そうなんだ。さあ、このね、オーシャン沖縄というアルバムなんですけど、本当にこの夏歌決定版のアルバムができましたね。はい、ありがとうございます。ね、はい、ね、いろんなところで言ってるとは思うんですが、今回のこのコンセプト、はい、教えてください。ね、今まで桐山翔太のコンセプトなかったんですけど、はい、うんうん、今回初めてのコンセプトをつけてアルバムを作って、はい、それが石垣島の夏、うん、それをコンセプトに作りました。素晴らしいよね、今回このね、石垣島の夏ということで、使ってる楽器も三振、ウクレレ、そしてギターというね、なんかね、サウンド的にもこの夏を感じて、さらにですよ、サウンドがものすごくシンプルに出来上がってるんですよね。そうです、もうこれなんか狙いがあったり。そうですね、まあ3人で、もうパッと、今でもパッとできるように、うん、で、うん、ライブとかやっぱいろんな入れるじゃないですか、はいはい、ラスとかゲレキとか入れたらできなくなるんですよね、うん、再現が、再現ができなくなるんで、大きいのが使ってるんですよ、うん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 、やっぱりだけど、はいはい、それを3人でいつでもできるようにと、うん、なるほど、はい、さあというわけで、せっかくギターも持ってますので、あっ、あのなんかワンコラスぐらいいいですか、ちょっとこうやっちゃって。何やる、何やる、チャートリック今見てるって言ってる、チャートリック、急に行きましょう。ありがとうございます。素晴らしい。あ、でもこれですよ、できますよ。素晴らしいね、はい、すごい、もう息もぴったり、もう今年の M1 いけるんじゃないですか。ミュージシャンですか。ミュージシャンミュージックワンですね。あ、M1、 あ、そうか、あ、そういうことですね。よかった。ある、ミュージックワンってある。ないけど、ないね、ないけど、誰か作って。素晴らしいよ、でもね、コーラス今回すごいね。そうですね、今回はちょっとコーラスにこだわりましたね、うん、楽器が少ない分やっぱキーボードとかも入ってないんで、うん、やっぱコーラスで、ね、番組の本編でも言ったけど、大ちゃんのこの低音の魅力、うん、えいえい、おー、
今喋り方もなってます。今なってないよ。意識してない。普段こんななってないよ。そんななって普段の声だよ。あ、そう。びっくりしたわ今。いやでもよくねあれだけ低音がね。そうなんです。大ちゃんの低音の、うん、低音が出るっていうのに、うん、今回初めて気づいて。そうなんですよ。大根自身も初めて気づきましたから。そうなの、ね。マストがちょっとね、オクターブが欲しい。下を歌ってみてって歌ったら結構ハマってですね。そうなんですよ。4曲ぐらいこのオクターブで歌ってるからね。 そんな出るのっていう。普通あの低音出すと声量が 出なくなるんですよ。はいはいはい、あーってやるんで、うんうん、声量大きいまま低音出るんで、これすごいよね。だライブで大体この2人がオクターブですね。大ちゃんが下で、こっちが普通の声で、こっち負けてるんですよ。そうなんですよ。それぐらい出ます。低音に負けてるんで、もうちょっと頑張らんと家に勝てないです。超頑張らんと。でかいやっぱ広がるっていうか、そういう芯がありますね、低音に。そうですか。なってない。声出てないよ、ちょ。芯なし。今全然出てないよ、ちょ。芯ゼロ。芯ないな。こんなに近くに来て何言ってるか分からんかったもん。なんでかね。何言ってるか分からんかったよ、今。歌った方がいい。歌った方がいいっすね。芯がないっすね。何言ってるか分からんかったもん。芯が。びっくりして。シンガーだけにね。あー出ました。びっくりしたわ。座布団取ってって、座布団持ってけと、持ってけ。もう息がぴったり、すごいね。いこのアームハモってた感じがしちゃうね。すごいね。なんとかクラブさん。あ、違う違う違う、金山商店です。商店の方ね。ナチョウさん。はぁ、最高。すごいね。さあ、というわけで、はい、その金山商店、このね、アルバムを携えまして、はい、全国ツアーがスタートするんですけど、ちょっとその情報をメリアンの方から言ってもらいましょうね。はい、金山商店、オーシャン沖縄ツアーがですね、9月8日から全国スタートいたします。うん、東京皮切りに8公演開催されまして、うん、沖縄が、うん、ファイナルになっています。はい、沖縄は9月22日土曜日、うん、沖縄市ミュージックタウン音市場にて開催されます。オープンが6時、スタートが6時30分となっております。はい、ツアーファイナルがほら沖縄ですから、ね、そうなんです、はい、楽しみだね。もう間違いなく盛り上がりますよ、間違いないです、ね、なんかこんなことをやりたいなとかある、うん、スペシャルゲストだから沖縄でレコーディングしたんで、レコーディングメンバーを呼びたいですよね。ああやっぱり東京とかツアーとか、 なんか、はい、全部呼べないじゃないですか、うんうんうん、シンプルで行くんですけど、やっぱ沖縄本島では最後なんで、うんうんうん、そうですね、呼びたいですね、ゲストでね、ゲストでこの、うん、泉&良純でね、来てほしい、来てほしい、来てほしいですよね。ほっとここだけしかも沖縄ね、やっぱ忙しいんで、泉&良純姉さん、ね、がね、来てよ、お願いします。泉&良純絶対来てよ、来てよ、お願いします。茶飲んでる場合じゃないよ。飲んでる場合じゃ確かにこれじゃないよ、あの曲。土曜日だからね、土曜日だからね、もうそうそう、あ、夕方だから十時茶は飲んでてもいい。あ、そう、十時茶飲んでるから、はい、そうそうそう、そっからね、あの来ていただければ、うん、もうぜひね、はい、盛り上がること間違いないと思いますんで、はい、ね、じゃあ、あの最後にね、あのそれぞれメンバーから、はい、一言ずつメッセージをお願いします。はい、はい、あ、じゃあ両さんから、そうですね、この CD を、うん、皆さん聴いてもらって、9月22日ぜひ音市場に遊びに来てほしいですね。もう絶対楽しんで、見たことない方もぜひ遊びに来てください。待ってます。ありがとうございます。大ちゃんです、今年は金山商店結成10周年、10周年、ということもありますので、また今回この7枚目がありますからね、ぜひともみんな聴いて覚えてもらってですね、ぜひライブに遊びに来てください。お願いします。はい、僕夏の間はこのアルバムのキャンペーンとずっと思ってるんで、うん、毎日夜出かけるとき、昼出かけるときも CD とポスターを持って回ってるんで、うん、僕を見かけたら声かけてください、うん、ポスターあげます。よろしくお願いします。 CD は CD は買ってください。買って、CD 買って、CD 買ってください。このオレンジとロングボードが目印のこのね、金山商店、はい、オーシャン沖縄、ぜひね、お買い上げいただきたい。今日ね、ちょっと俺、金山に寄せてきて、このオレンジのダンパー。本当だ、本当だ、めっちゃ嬉しい。オーシャン沖縄からワイシャツだけで金山に寄せてきたとか。そうなんですね。オレンジ、オレンジ、そうそう、オレンジ、はい、でもう、ザブトあげます、ザブト。オーシャン沖縄ザブトあげます、はい、ザブトあげます、ぜひ皆さんも、オレンジ、あ、いや、そうね、アルバムを、ね、ゲットしていただきたいなというふうに思います。はい、本日はゲスト、金山商店のお三人さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。バイバイ。